皆さんこんにちは。今回はですね、私が今この YouTube を通してテーマにしている聞こえない人、聞こえづらい人、聞こえる人と一緒に、しゃべりする空間を作っていきたいっていう、それが分かりやすい映像がありまして、プロのカメラマンが映像としてですね、撮っていただいたものがありまして、すごく分かりやすいまとまり方をおっしゃるので、ぜひこれちょっと長いんですけど、最後まで見てもらえると嬉しいです。じゃあ始めたいと思います。どうぞ。上松さん、ね、品川の出身で今いろんな形で交流しています。皆さん、こんにちは。こんにちは。なんで喋ると手動かない。皆さん、こんにちは。こんにちは。一緒にやったらいいじゃん。どうやってコミュニケーション取ったらいい、僕と。紙に書いて伝える。そうね、紙に書いて伝える。これを筆談って言いますね。携帯を使って、今 LINE とかみんな持ってるでしょ。LINE とかメモで打って、見せ合う、打ち合う。ね、こんな方法も、筆談とかジェスチャーだけしか思い浮かばない人多いの。そうじゃない。引き出し、皆さんの引き出しをたくさん持っててほしいの。じゃあ今からやるのは、お誕生日の順に、ここから1月、あっちから12月に並んでみてください。めっちゃダメだよ。4月の7日です。4月30日5月22日7月22日 OK。 俺は9月の28日だから、なんで喋ってるの。これ、皆さん、A 型ですね。起きるか？皆さん、A 型。あー、OK、素晴らしい。ありがとうございます。なるほど。書いてね。AB 型でいいから、AB 型。OK、AB の人、AB の人いないね。ないよね。これを、ジェスチャーと口書く OK。野球です。野球。これが入ってますね。これもやったね。これやって、これやったね。はい、じゃあこれは。文字一緒もないね。よかった。ありがとう。拍手。じゃあこれをね、試合の中で使ってもらえたらいいなと思っていきます。お邪魔でね、試合をやります。アイコンタクト、ジェスチャー積極的に使っていいよ。キュン。はい、じゃあ、もっとこう。後ろ。
ママ、自分の字を表現してみ。喋ることに頼ってますけれども、喋ることも当然大事。だけど喋ることだけじゃないよねっていうのを皆さん今日は気づいてほしかった。これを今後もね、自分のチームで聞こえないお友達とか、いろんな障害を持ったお友達がね、たくさん自分のチームに入ってくるかもしれない。こういう時にどうやってコミュニケーションを取ったらいいのかなっていうのを、最初のお話の中でコミュニケーション方法たくさんあったよね。それを選んで、ちゃんと自分の中で選んで話してほしいなと思います。いいですか？大丈夫？はい。OK！ 拍手！はい。どうでしたか？ね、こういった取り組みをしています。いろんな小学校、中学校へ行ってですね、今回企画していただいたのは、旧東海道品川宿町づくり協議会っていうところと、東海道品川宿 FC というサッカークラブがあります。そこのコーチたちと一緒にですね、協力していただきまして、で私も子どもたちもみんなジェスチャーとか手話とか一緒に考えてですね、どう示したらお互い通じ合う、伝わる、コミュニケーションが取れるのか考えるきっかけになったのかなと思っています。で、子どもたちからの声もたくさんいただいてるんですけど、例えばこんなコメントをいただいたんです。嬉しかったよ。いろんな人と協力し合って助け合うことができるといいよねっていうコメントをもらいました。こういうのは求めてます。他にもですね、耳が聞こえないサッカーだけども、聞こえる人も聞こえない人も一緒に楽しめるスポーツでいいねっていうコメントもいただきました。これもすごくいいよね。あとこれはびっくりしましたよ。小学校5年生が書いたんですよ。これが将来大人になったら会社の社長になってスポンサーになりたい。わあ、素晴らしい。ちょっと感動したね、これはね。こういった感じでですね、一緒に学び合える環境がもっともっと全国でやれたらいいと思いますので、ぜひ参考にしてください。で、聞こえるサッカーコーチの人たちも、どうやって聞こえない子どもたちと一緒にね、楽しむことができるのかなとか、いろいろ工夫すればできることがたくさんありますので、ぜひ参考にしてください。本日の、ワンポイント手話、映像の最後に皆さんで子どもたちの集合写真があったと思うんですけど、その時に示したこれなんでしょう。これはですね、この I love you ということですね。それぞれ、頭文字がすべて入ってる意味になっています。 I love you です。はい、ぜひ覚えてください。本日も最後まで見ていただき
ありがとうございました。私のツイッターからもたくさん発信していますので、ぜひ見てください。チャンネル登録と評価、コメントをお待ちしています。ありがとうございました。